これの後のやつでもいいのか。直接いけるみたいだけど。結構置いとくんだ。何回やるの？これか？こっちやか。はい。もうやってんのか。出るよ。ここはハビキもしないんだ。こっちだ。いろいろある感じなんか。ああ、なるほどな。眩しい。バスも走ってんだ。ええ、おお、9時から、9時スタート。これは、もはや通勤通学も全く近いな。ええ、こっちから抜けれる感じか。なるほどな。あれ、JR 六甲駅という坂道で。思いました。先生、映画の層一丁目なんだね。ハビキの広い円で映ってね。これは何？なんか、ループバスか。ああ、なるほど。1日2本ぐらい走ってるんですね。どんな点もあっての市役所とかそのあたりよね。あ、で、あ、古市の方から来てるんだ。へぇー。で、あ、じゃあ。ちなみに、近くには大塚山古墳という古墳があるらしい。一応、こっから抜けてったら、あ、そうすると大通りに出てるんだ。ちょっと大回りしないといけないんだ。なるほどな。はっはっは。何だこれ。無人ホルモン直売所？あ、もう、こんな感じで売ってんだ。雪松みたいな感じか。へぇー。24時間365日でホルモン食えるぜっていう。いくら？ 1000 円。あ、なるほどな。へぇー。あ、いろんな分類ある。蜂の巣とか千枚もあるんや。へぇー。すげえ。あの、さすがにね、今ホルモン買っても食えんからな。さすがにあれやね。うわぁ、こんなんあるんやね。四日市もできてほしいな。あいたね、自販機とか無人販売で24円やるところはね、今切実にね、求められております。何せ私、仕事終わるのが夜中の3時とかなんでね。3時にね、終わってね、もうね、食べるものも限られてんだよな。まさかの巨人が来るとせんの。新規ですからね。すごいな。そこの信号のところかな。新坂で。すごいな。おしゃれな作りね。
いとこかな。あの横からストンと行けるんかと思ったら、なんかね、気づいてみると一応なんか行けそうな感じになっとったらいいんだな。ああ、ちょっと今日の走ったら、あ、サンデーがあるんや。激痩せで有名なとこやね。152号店だよ。うちの動画ではサンデーって、あ、あれだ、ナバリにあるサンデーに行ったか。あれのが先に上がってるから、これ。そうや、ナバリに行ったサンデーのやつっていつ上がるんだ？え？あれ、むちゃくちゃ前だぞ。去年の夏に行ったんだよな、確か。あれ？上がってねえよな、まだ。あ、今収録時点が2023年の4月末ですけど。え？1年近くかかってるんじゃない？北そば。あ、そうな。へぇ。ベトナム料理ですよね。へぇ。ここもジャンボ酒場になってる。たこ焼き屋さんが、いやー、でもそんなに変わってないね、相変わらず。いや、で、ここはアットパーク。あ、で、この通りやね、多分。よし。ライフもあるし。全然栄えてんじゃん。ダメ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 。そんなこと言ったらダメ。あくまも JR 四日市駅の方なんか買ってますからね。うん、勝ち負けってね、よくわからないじゃないですか。そこをうまいこと使うのがね、今回の旅の味噌ですからね。よいしょ。ね、普通に利用客数とかね、それでやるんだったら別に、こんな、わざわざ大阪まで来て、駅に来る必要もないんですよ。利用客数のデータっていうのがね、公開されてるわけですから、そのデータを見てね、ここの交通省内が出してるデータを見て、ね、家でパソコンカチカチやって、家に設置してあるカメラでね、はいはいって説明しては終わるんですからね。それじゃつまらんと。カリシャリカンピョシイタケ高野豆腐。でも大事ですからね、そういうことね。で、ライフは、ここは何時からかな。まだ開いてないね。ここは関係ないね。このまま、ちょっといいのかな。ブランドリサイクルショップ、キングだ。いや、大喜利やないよ、ここは。あれ、渡りやんのか、これ。